アン・マサヒロは、朝鮮の朝鮮独立運動家。ゴーは、島山。朝鮮平安南道に生まれ、イギリス人牧師ホレースグラント・アンダーウッドの、旧制学道で学ぶ。キリスト教徒。愛韓帝国における愛国啓蒙運動に従事した後渡米したが、1905年に、日韓保護条約が締結されたことを知り帰国した。1907年、 新民会を組織して各地での講演会や大館毎日新報を通した啓蒙活動や体制学校、五山学校設立等の教育事業、磁気製造株式会社設立等の実業活動、中国での独立軍基地建設事業などの運動を展開したが日韓併合の直前に亡命。新民会も1911年に105人事件に関わったことで壊滅させられた。 中国経由で再びアメリカに亡命し、教師団を組織した。1919年には亡命朝鮮人によって中華民国上海で設立された大韓民国臨時政府に参加し、内務総長を務め、朝鮮独立運動を行う。しかし、地域派閥や党派の争いが絶えず、寄子出身でも両班でもなかったため、臨時政府内の主流とはなれず、 彼の意見に耳を傾ける者はほとんどおらず、1921年に内務総長を辞任した。アメリカ・カリフォルニア州にある銅像その後は満州にわたり独立運動の根拠地としての理想村を計画したが、1931年に満州事変が勃発したことにより頓挫。さらに、上海事変で、 日中間が軍事衝突をしていた1932年4月29日に上海の高校公園でインウキツが起こした上海天調節爆弾事件に関与したという権威で日本軍に逮捕され朝鮮へ連行された上で懲役4年の実刑を宣告され服役していた1935年に仮釈放となり隠居した しかし1937年6月に発生した収容同友会事件で逮捕され、週刊中に病状が悪化し釈放されるも、観光編により、慶城帝国大学附属病院で死亡した。ソウルに、島山公園と、島山、安正マ記念館が作られている。ハリウッド俳優のフィリップ・アーンは、長男、米海軍軍人で、アジア系の女性として、 初めて米海軍に入隊したスーザン・アーン・カディは長女。自我革新、民族革新という標語を掲げた上で、あなたは国を愛しているのなら、何時あなたは健全な人格になるのか。私たちの中に人物がいないのは、人物になろうと決心して努力する人がいないからで、ある。人物がいないと外観するその人自身が、なぜ人物になろうと勉強、収容しないのかという主張のもと、 朝鮮人自身が近代国家としての力を養った上で民族の実力をもってして日本からの独立を勝ち取るべきというスタンスを取り続けたことである。そのために彼は男女教学の私立学校、全身学校等三校の近代的制度を取り入れた学校を設立。青年団体、青年学友会や中央団体、教師団を設立。近代的制度を取り入れた。 株式会社を設立し、出版等の産業振興を試みる。新民会を結成し、緊急、両運協等といった明日の韓国を担うべき、リーダーの育成に努める。アメリカ・ロシアに、韓国人連携団体を設立し、生活改善運動を推進する。といった運動を行った。このように、自国の力不足を憂い、形の上での独立達成ではなく、 それまでの韓国には存在しなかった近代化の概念を取り入れ続けて他国にも引けを取らない近代国家に生まれ変わることを求め続けた。韓国では道徳の教科書にその高媒な精神が紹介されている。2010年代の教科書国定化問題の際には新北斎派よりの歴史認識により暗夜除始筆、李昌番など米国で活動した独立運動家への 低評価が指摘された。テロには断固として反対の立場だったにもかかわらず、首謀者である緊急の直属の上司としてその責任を問われたと考えられている。一方では、実際に中華民国政府から犯行資金を受領するなど関与していたという説もある。自分の元を訪れた独立運動家が人材不足を嘆く言葉を発したたびに、 決まってこの言葉で悟したと伝えられている。ありがとうございます。